おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望ハード、今回は SSR 武将紹介、武田勝頼編をやっていきたいと思いますと。武田勝頼、皆さん持ってらっしゃる方多いと思います。開幕東洋武将でこれぞという武将の一人ですので、まあ、そのね、武田勝頼と相性のいい武将とか、こんな戦法ですよという紹介をですね、今更ながらちょっとやらせていただこうかなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速武田勝頼の紹介からやっていきたいと思います。まず A 西、武田家源氏一門衆武変者と、C が3つに B が1つですね。はい、次はパラメータの紹介ですね。SSR 武将、天武900と850、800、全部合わせますと41人います。目安箱の、島津、あれなんだっけ、吉久かも入れてあります。で、41種類ありまして、戦力41人中30位、統率18位、対武勇12位、知略39位、政治40位となっております。まあ、統率武力は上位ですね。900、850入れた中で統率18位、武略12位は優秀なんじゃないでしょうか。やはり、はい、そんな中で戦法ですね、古賀有根、自身と一門衆を含む味方二部隊の破壊を 20% 上昇、これがね、攻城戦とかに役立つと言われている破壊 20% ですね。自分だけじゃなく周りに近くにいるもう一部隊上げてくれると。で、対象を含む敵二部隊の武勇を 20% 低下させて、武勇 200% の攻撃と。これもなかなかに優秀ですね。対部隊でもね、武勇 20% 下げさせるのは優秀なんじゃないでしょうか。で、さらに200%の攻撃もしますからね、強いと思うんですよね、やはり。発動間隔25秒。範囲が狭い。で、基礎連鎖率が 16%。連鎖順は普通部となっております。発動間隔25秒で早いのもいいよね。優秀だよなぁ、と思うんだよね、やっぱり。開幕東洋武将で出てくる武将では、やっぱり強いと思いますよ。はい。それで陛下ですね。足軽が B、騎馬が S、弓が B なので、まあまあ騎馬で組みますね、と。で、技能、10レベルで解放されるのが不定期と。敵ダミオの領土内で戦闘する場合、先方による被ダメージマイナス 5%。まあ、野戦の時に役立つ感じですかね、これは。で、レベル20で解放で錬磨。これはあれですね、内政系ですね。道場に任命した時、効果 4% アップと。で、レベル30で解放されるのが移行。自身が大将の場合、部隊の兵力プラス 8% と。これもなかなかいい感じですね。なんだろう、飛び抜けた能力はないんですけども、結構かゆいところに全て手が届いてる万能型だと思います。野戦でも活躍できるし、攻城戦でも活躍できる。っていう感じですね。だから天武800では破格だと思うんだよな。パラメータもいいしね。はい。そんなね、武田勝頼と相性のいい武将をですね、ご紹介していきます。まずはこちら。はい、こちら。武田重信になります。はい、信玄の弟ですね。縁西、武田家源氏一門衆副将と。これですね、勝頼と3つ縁西合うんですよ。武田、源氏、一門衆。なんで、16% アップするんですよ。448で。とんでもなく相性がいいですね。で、能力。まず戦力からですね。これは41人中26位。統率26位。武勇27位。知略20位。政治20位と。若干パラは低めと。まあ、800だからね、全部ね。こんなもんかなと思います。で、戦法ですね。一元宮廷。自身と一門衆を含む味方二部隊に武勇知略を 30% 上昇。自身一門衆を含む味方三部隊に結束を 10% 付与と。強いね。で、発動間隔30秒。で、範囲はなしで、基礎連鎖 20%。で、連鎖順は早いとなりますので、大将勝より副将信繁にすれば、まず、信繁の戦法から発動して、30% アップのバフがまず乗ると。で、勝槍の戦法がガンと発動するっていう形になるんで、相性がいい。しかも基礎連鎖率 20% もあるんですよ。
で発動間隔30秒でしょ、若干、発動間隔マイナス補正値が入るので、丸々に、36% にはならない。35% かな多分。ちょっと持ってないんで分かんないんですけど。うん、35% か 36% ぐらい連鎖率になりますね。めちゃくちゃ強えな。3回に1回以上は出るってことでしょ？強えな。はい、技能。中積。自身が対象の場合、舞台内の全ての武将の先方連鎖率 1%。プラス 1%。対象にはしないからあんまり役立たないかもね。次、準剣。これは石垣に任命したら、8% アップですね。1で。で、カツラ。兵力が 50% 以下の時、舞台の先方発動速度プラス 10% と。これはめちゃくちゃ強いですね。まあ、族狩りの時でも、まあまあ強い族と戦うと、ね、兵が半分になる時、要件あるんで。そしたらね、先方速度がプラス 10% されるので、30秒の先方だったら3秒縮まるってこと ?27 秒で発動するってことかな。うん、後半戦強い。対人でやるときもこれ役立つんじゃないでしょうか。これ強えな。はい。で、陛下、槍、牙、S、弓、A という感じなんで、もう勝頼にぴったりという感じですね、信繁。ただね、信繁、信玄とも相性がいいんですよ。なんで信玄の副将としても優秀ですね。まあそれはまた信玄のご紹介のときにお話しようかな。うん、弓 A っても優秀なんですよね、実は。まあもう武田信玄の副将に置く前提で多分パラメーターとか戦法構築されてますね。で、その他に勝頼と相性のいい武将がいるかどうかと申しますと、います。次に相性のいいのはやっぱりね、こちら、武田信玄になるんですよ。ただですよ。武田信玄と勝頼組ますときに、勝頼大将で信玄副将って、なかなかないよね。うん、まあ、信玄バッファーなんで、大将より副将でもいいんですけど、まあ、信玄だったらバッファーで振り切った方がいいかなって気がします。あと、信玄はね、この軽眼が強いんで、絶対大将に置いた方がいいね。まあいいや、これちょっと、ネタ的に信玄紹介するときにやろうと。勝頼と相性のいい武将で、信繁信玄以外ですと、はい、こちら。天武850の佐竹義重もそこそこ合います。江西がですね、源氏が合います。で、8% アップなので、基礎連鎖が 16% なんで、24% の連鎖率になりますね。で、先方も坂東太郎。対象を含む敵2部隊に武勇 200% の攻撃をし、自称兵を 30% 消滅。さらに強行 3% は付与と。結構入るよね。狭い、細い、16%。まあまあまあ、いいかなって感じ。もちろん騎士はエース。でね、パラメーター、まあ850だからそこそこいいよね、やっぱね。700平均。技能、気合。時代御用家の領地内で戦闘する場合、先方による余ダメージ 5% アップ。まあ、自分の領地守るとき、役立つかな。で、錬磨はあれか、道場か。で、移行も、自身が対象の場合、舞台の兵力プラス 8%。これ、勝頼と合うんですよ。これね、勝頼と移行があるんで、移行で2。移行2になるんですよ。なんで、舞台の兵力 11% 上がるんですよね。なんで、佐竹義重も相性がいいと。まあ、先方においては信繁よりちょっと劣るけど、技能でその分補ってるっていう感じですね。あとは、村上義清も良さそうですね。江西、これも源氏が合います。で、先方が1部隊に武勇 200% 攻撃して、攻撃軌道を 25% 低下させると相手に。うん。これも強いと思います。連鎖率 16% で遅いって感じですね。で、16% だからこれも 24% ですね。先方の連鎖率。で、こっちは800なんで若干、パラメーターは低め。まあ800だからこんなもんだと思いますけどね。で、牙はもちろんエースと。で、豪遊が武勇 4% アップ。兵神が、これは兵舎に任命したとき、気合、あれか。時代御用家の領地内に戦争をする場合、先方による余ダメージ 5% アップと。あれ気合なんだっけ、佐竹とも合うのか。はい。気合。佐竹も気合持ってましたね。レベル30で解放される。なんで、勝より、佐竹村上でやると、まあまあ合うんじゃないでしょうか。うん。まあめっちゃ、ぶん殴り系の騎馬隊になりますね。うん。あとはですね、山形正影ですね。この辺から若干、って感じかもしれない。
勝頼と会うのは、武田家と武変者かな。で、これで 8% アップ。で、パラはね、850なんでやっぱり高めですね。V800 台は優秀。で、牙はもちろんS。で、赤備え特攻。敵1部隊 250% 攻撃して、敵3部隊に強攻を 3% 増やと。で、連鎖率が 16% なんで、これいつも 24%。で、技能早掛け。機動 4% アップ。警戒だから矢倉かな、矢倉任命効果アップ、突貫、舞台の回心力 8% アップと。ちょっと技能はね、組み合わさるものはないですけど、なのでまあ優秀ですけど、そこそこって感じかな。あとはみんなが持ってる、みんな持ってんのかな、俺だけかもしんねえけどよくツワ姫見るんだよなと思って。ツワ姫でですね、エニシ、武田家と姫で、武田家しか会いません。信玄の嫁さんっすね。あれ？諏訪姫ってあれか、勝頼の母ちゃんか。はい、そうですよね。諏訪姫って勝頼の母ちゃんですね。一応ウィキペディアで調べました。はい、ですね。で、まあ、武田家と姫が縁にありますね。なんで、武田家しか勝頼と縁に合わないんですよね。って感じ。せっかくの親子なのに、と思って。で、まあ、パラもね、姫武将なんで低いっすね。3787。統率、武勇、知略、政治もまあちょっと低め。で、陛下もね、騎馬 A、弓 A なんで。まあこの2つ A あるのは優秀です。で、まあ騎馬と弓ってことは多分信玄と合わせてるんでしょうね、これは。で、先方が小樹聖火、自身1部隊の弱化効果2つ打ち消して、自身と一文字を含む味方2部隊の攻撃を 25% 上昇と。なんでバッファーですね。発動間隔30秒、連鎖率 20% 高め。連鎖順が早いと。まあ、4% アップするんで、24% かな。ただ、勝頼が25秒戦法だったよね。なんで、30秒なんで、1% 連鎖率落ちるんで、23% になりますね。で、慈悲。技能慈悲。攻撃を受けた時、負傷兵として生存する兵力 10%。で、伐採。これ、材木所の任命。待機。部隊の知略 4% アップ。いう感じになるんで、まあ、この辺技能もね、ちょっと合うものはないかなというと。なんで、まあ、そこそこ合いますよという感じですね。はい、そんな感じです。もう一番相性のいいのは信繁。まあ、次に信玄だけど、信玄の時は使い方が変わると。あとは佐竹、村上、山形、諏訪姫という感じですね。まあ、全部 SSR なんですよね。SR もやっぱり見渡しましたけど、なかなかおらんかった。で、補足で、武田信繁と相性のいい武将もチラッと調べました。まあ、信玄は相性いいんですけど、まあ、使い方が違うんでと。で、あとやっぱ諏訪姫ですね。諏訪姫もま、武田があるんで、諏訪姫とも合います。で、あと佐竹ともいいんじゃないか。あとは山形ですね。あと馬場か。馬場信春とかかな。あと650のオブでもいいかなって感じ。これですね、オブでもいいかな。まあ、20% なんだけどね。先方。連鎖率が。4% しか上がんないんですよ。山形、馬場、オブは。っていうところですかね。合う武将は。はい。カツラはね、僕も持ってまして、こんな感じで組んでますね。まあ、今言った武将、ほぼ持ってませんので、唯一持ってんのが諏訪姫ですね。で、勝頼、諏訪姫。で、諏訪姫と相性のいいので、持ってるやつで良かったのが、戦闘員ですね。上杉家、影勝の母ちゃんですね。姫で会いますね。基礎連鎖率が 20% なんで 28% までいくと。で、多分先方の感覚補正で 1% ついてるのか。で、 29% なんで、まあ、諏訪姫とはまあまあ相性がいいですね。戦闘員まあまあというか 29% だからいい方だと思いますという感じで組んでますね。右側はもう完全に兵科相性のいい SR 武将を置いてるだけですね。まあこんな感じかな。ここに信繁入れてんだよな、副将に。で、その下に諏訪姫でいいかな、今持ってる僕のカードで、あ、カードじゃない、武将で言えば。っていう感じでしょうかね、こんな使い方。はい、以上でございます。みんなね、勝頼持ってるから、勝頼とどういう武将が合うかなとか、みんな探してて、結構知ってる方もいらっしゃるかと思いましたが、まあこんな感じです。他にこんな SSR 武将、紹介してほしいとか、紹介というか、考察してほしいとかいうのがあればですね、ぜひコメント欄にいただければ、次の動画そちらとしてネタ上げさせていただくと思います。はい、まあほとんど信繁の説明もしちゃったけどね、これ。
まあ相性のいい武将の探し方なんですけど、やはり一番は絵西がいっぱい合うやつ探すと、まあ、ここポチッと押して、ここ自分持ってるやつで相性のいい、この北条家持ってるやつらがバーって一覧出てくるんで、これでねポチポチやって、ああ持ってるやつで合うのを探すと。で、あとは陛下の相性を見て、で戦法がね、武略戦法、そのね大将の戦法に合う戦法になってるかとか、で基礎連鎖率とさっきのエネシの数足して何番になるのか、それでまあパラメーターが良ければパラメーター、であと技能ですね、一緒の技能を持ってる、まあでも一緒の技能を持ってるってなかなかいないんですよね。その舞台のコンセプトと合った技能だったらまあいいと思います。え、中隊強くね、何これ、舞台内で繋がった配置の武将との戦法連鎖率 2% とか強っ、これ宇治政強っ、これ強い、あ、2? でも1しかないってことは宇治政しか持ってねえってことか。うん、なるほどね。うちの北条綱重の防御に置いといたらいいな、これ強いな、いいよ、赤い 4% アップだって、なるほど、赤い 4% アップ槍だからか。宇治政何気に使えるじゃねえかこいつ。防3部隊に防御 20% アップと敵2部隊の破壊 20% 低下、もう完全に防御部隊のね右側の防御の方に置く武将ではあるんだが、そこに置いても光るな宇治政。ああ宇治政見直したわ、800の中で一番の外れかと思ったけど、もうめっちゃ強えわ北条で組んだ時にめっちゃ役立つわ。右側だから別に絵西とか鹿としてもいいけど、まあ宇治康と合うよね。ああやっぱ宇治康と合うよね。まあ宇治康がね、もうそもそも防衛守りの武将なんで、能力的にね、まあ俺持ってるからわかるんですけど出てきた、敵として出てきて守られたらめっちゃ厄介だわはい、それでは今回の動画が少しでもためになったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ、ご視聴ありがとうございました。